ハローマイホーム不動産業界のヒカキングトーク社長です。私は昨年12月までサラリーマンをしながら不動産投資をしておりましたが、サラリーマンを辞めて現在は不動産屋さんをやっております。不動産投資家としての経験を生かして主に投資用物件の売買を行っておりますので、ぜひ売買は私の会社までお願いします。では本題に入ります。今回は出川さんの話をしたいなというふうに思ってます。出川哲朗さん、すごい有名な芸能人の方です。出川さんのね、一番好きな話としてね、学校卒業式で俺は日本でナンバーワンの人でトップ取ったるっていうふうに言ったらしいんですよね。そしたらね、10年後か20年後で本当にナンバーワン取ったんですよね。抱かれたくない男でね。そういったね、出川さんの表すエピソードでね、すごく面白いエピソードかなというふうに思ってるんですけども、そんなね、抱かれたくない男ナンバーワンということでね、昔はちょっとイメージが悪かった出川さんですが、まあ、最近はね、イッテ Q であったりとか充電させてもらえませんかとかで冠番組持ったりとかね、今は一躍もう大御所芸能人の仲間入りをして、まあすごいクリーンなイメージで社会的にもすごく評価されてて、今大活躍されてる芸能人になってるんじゃないかなというふうに私は感じてました。そんな出川さんですが、今大変なことになってますね。多分ね、ご存知の方も多いと思うので簡単に説明させていただきますと、今から15年ぐらい前にマリエさんっていうね、当時18歳の女性タレントが島田紳助さんっていうね、まあ、反社絡みで引退してしまった超大物芸能人から枕営業を誘われたと。その場に出川さん、なんか売れない芸人さんがいて、枕しろよということで、まあ、島田紳助さんを擁護して、よいしょするようなね、ことがあったってことを告発されてしまったという事件がありました。で、私、この真偽、本当に島田紳助さんが枕営業を誘ったのかどうかとか、まあ、出川さんがいたのかいなかったのか、よいしょしたのかしなかったのかについては、まあ、正直誰もわからないと思うんですよね。なので、その件についてはコメントする気はないんですけども、ただ、出川さんからすると、もらい事故みたいなもんで大変なことになったのかなっていうふうに思ってます。出川さんがね、なんかしたってわけではなくて、仮にいたとしてもね、島田紳助さんみたいな超大物芸能人がそういうことしてる時に止められる人ってなかなかいないんじゃないかなと思ったのと、出川さんのショックから言った時に、やっぱサラリーマンの方の副業すべきだなっていう変な結論を感じましたので、出川さんの件から、なんでね、副業した方がいいかなっていうふうに思ったかなについて、私の見解とかを紹介していきたいなっていうふうに思ってます。で、まずね、出川さんに限った話じゃないですけど、まあ、サラリーマンの方であるとか、まあ、出川さんも含めてなんですけども、まあ、その会社、今その仕事してることによって結構高い収入を得てる方っていうのは結構多いんじゃないかなと思います。私、前職の話をしますと、前職の上司は大体課長クラスで1100万円もらってました。1100万円前の会社でもらうことはできたんですけども、何らかの理由でその会社を辞めなきゃいけなくなった場合、経営が悪化するってことは全然あり得ると思います。出川さんもなんですけども、突然ね、思わぬところで落とし穴が来て、もう多分想像もしなかったと思うんですよね。なんかわけわかんないインスタライブで告発されるなんてと思ってないじゃないですか。そういうこともあって、自分と関係ないところって言って表現がいいのかわかんないですけども、思わぬところで巻き込まれて仕事を失ってしまったりとか、はたまたコロナとかで首を切られてしまう、まあ、そういったことっていうのは芸能人だからではなくて一般の方にもよくあることかなと思ってまして、じゃあ仮に1100万円もらってた私の、ね、前職の課長クラスの方が、まあ、40代50代でじゃあもう一回じゃあ再就職という形でしようと思った時に、果たして同じ給料を得れるのかっていう厳しいんじゃないかなというふうに思ってまして、まあよくて半分とかね、400万500万ぐらいで再就職ってする可能性が極めて高いんじゃないかなというふうに思ってます。誤解されそうなんでちょっと付け加えておきますと、まあ相場よりもらいすぎだから悪いと思ってるわけではなくて、むしろね、その相場よりも高く払えるような経営体制ですよね。そういった仕組みができてる会社、大手企業だからこそそういったことができてると思いますので、まあ経営としてはすごく優秀な会社なんじゃないかなというふうに思ってます。働いてる方からすると、その会社で働いてるからこそ、その立場を守られてるからこそ高い収入を得てるだけであって、もしそれが何らかの原因で失ってしまった時は収入が激減するリスクがあります。まあ、それについて備えておく必要があるんじゃないかなっていうふうに感じます。例えば年収1000万とかもらってる人ってそこそこいい生活をして家族もいい暮らしをしてると思います。で、何かあった時、年収が半分になった時に、じゃあ生活レベル半分に下げればいいんですけども、なかなか半分に下げれるもんじゃないですよね。で、半分に下げるってことは、例えばお子さんが私立学校行ってたりしたら、私立学校を辞めて公立高校に転校したりであるとか、ご家族にとってもかなり苦労を強いることになるんではないかなと思う。そこまでしたくないっていう方が多いんじゃないかなと思ってます。まあ、そういった時に副業である程度副収入を確保しておくというのは、人生においてすごくリスクヘッジになることで非常に大切なことかなというふうに思ってます。で、私、まあ、本来は副収入だけで生活できるっていうのが一番望ましいかなと思うんですが、私が最低限持ってるのは自分の市場価値ですよ。転職市場での市場価値、転職したら500万円もらえますとします。で、現
現在生活費が700万円かかるとしますと、200万円ギャップがありますよね。でその200万円は副収入で確保しておくっていうこと、まあ、場合によってある程度貯金を築いておくってことがすごく大事なリスクヘッジになると思いますので、副業すると、まあ、お金儲けのためにとかやるっていう攻めの印象があると思うんですけど、副業することで生活を守るっていうことも大事なのかなっていうふうに思ってます。でその中でね、まあ、いろんな副業あると思います。その中でも不動産投資はすごくおすすめかなというふうに思ってますので、不動産投資したい方はぜひ私までご連絡いただけたらなと思いますのと、話題方島田紳助さんね、不動産でかなり成功されている方です。次回は、まあ、島田紳助さんといった芸能人の不動産投資について簡単に紹介したいかなと思います。では最後に出川さん風に締めたいと思います。不動産投資しないとやばいよやばいよ。